はい、どうも、こんにちは。沖縄おばばでございます。はい、ミータンはここで寝てますね。気持ちいいですか、ミータン気持ちいいですか気持ちいいみたいですね。もう、もうお眠りになってますね、深く。<laughs> はい。大丈夫ですよね。はーい、かわいいですね、ミータンね。はい。お手て,てね、ふみふみしてますね。はい。皆さん、どうも、こんにちは。沖縄おばばでございます。はい。靴下がね、はい。 はい。えーとですね。えー、これ生チョコポンズさんなんですけど、生チョコポンズさん。はい。えー、まあね、これなんでしょうかって感じの記事が書いてあります。はい。まあ、あ皆さんね、えー、わかると思いますけど、例のね、コロアンティーナの大冒険のね、新しい、新しいメディスンでございますね。えー、3つ、3つのね、会社から出てますね。 はい、あの、日本の会社もございます。はい。えー、でもね、えー、意外と知られていないことがあるんですよ。はい。これね、知らないでやっちゃったら大変なんじゃないでしょうかね。はい。えー、そちらの、あの、ご紹介をかい、あの、ちゃんとね、えー、記載しております。あの、読んどいた方がいいです。はい。 えー、もしかしたらね、えー、知り合いとかね、お友達がね、えー、まあ、大体日本人っていうのはこういうのを読みませんから、説明書とかなんかね。はい。えー、なので、えー、そう言った場合にね、これ、あのー、よーく読んだ方がいいということをお言っといた方がいいかもしれません。はい。えー、何かというとね、あのー、日本のね、あの、像のね、うのね、 バッパーとかね、えー、あと、目のルクルクのね、オクチュリーでございますね、オクチュリー。はい、えー。そちらの方なんですけど、コロアンティーナのね、何が書いてあるかっていうと、はい。えー、おこちゃまにですね、おこちゃまに、あのー、母乳ですね、母乳。はい。あげちゃダメですよっていうことが書いてありました。はい。えー、母乳ダメっていうことです、それで、 あの、目のルクルクに至ってはですね、目のルクルクに至っては、エッチ禁止って書いてあります。はい。A, B, C, D, E, F, G, H ですね。はい。が禁止であるということが書いてあります。はい。えー、これきちんと読んでね、読んで、えー、きちんとお飲みになってる人はどのぐらいいるんでしょうかということです。はい。えー、で、えー、や、 あのどうなっちゃうかというと、あの、いわゆるね、エッチーですね、してしまった場合、えー、お子ちゃまがね、お子ちゃまがちょっと形がおかしくなっちゃいますよっていうことなんですよね。できちゃったらね。はい。まあ、そういうことなんですよ。はい。えー、なのでね、きちんと説明書はね、読まなきゃいけませんね、ということです。 はい。でもね、あのー、生チョコポンさん、あの、すごいことを言ってまして、え、これ私もね、同感なんですけど、なんでこんなあやふやな、あやふやなね、おクチュリーンを作るんでしょうかっていうことなんです。えー、どれもね、3つ、3種類全部そうなんですけど、はい。えー、これね、えー、緊急のね、緊急のね、えー、軽い人たちへの使用ですよっていうことなんですけど、はい。 えー、まだね、あのー、なんていうのかな。よく分かっていないところが多いって書かれてるんですよ、全部に。はい。よく分かっていない。はい。挙句の果てには、今ね、えー、情報を集中中、収集中だっていうことも書かれているんですよ。 はい。なんでこんなあやふやなものをね、市場に出すのかっていう話ですよね。つまりは必要性がなきゃね、こんなあやふやなものを出さないっていうことなんですよね。え、っていうことは将来に必要が生じるんじゃないかっていうことを言っております。まあね、あのー、昨日ね、えー、私アップしましたけど、ゲイツーさんですね、ゲイツーさん言ってましたからね。はい。えー、今後ね、何かが、何かがね、 大はやりしますよっていうことね、言ってましたからね、ゲイツーさんがね、えー、まあそういうことでございます。はい。えー、なのでね、えー、こう、こういう必要性がね、えー、今後もしかしたら出てくるかもしれないということで、まあこういったね、えー、なんかよくわけがわかんないものをね、市場に出しているというのは、まあそのための準備ではないかというね、 えー、お話があ書いてありました。えー、これまあ、納得じゃ納得ですよね。確かにそういうことがなければね、はい、えー、市場に出てくることはないと思いますので、まあ、説明書はよく読むことですね。はい。えー、そして、えー、例のものをね、バックンバばっく食べないで、 えー、食べちゃった人ももう食べないでね、えー、デトックスに励むということでしょう。それがね、えー、麺のエッキーをね、アップする秘訣だと思います。はい。まあ、そういうことですね、まとめると。はい。えー、まあ、これからのことをねあ、うじゃうじゃ心配してもしょうがないんで、まあ、今はね、できることをやりつつね、 はい、えー、備えればいいんじゃないかと思っておりますはいそんなこんなでございますこちらのね記事もぺったんこしておきますしかしねあのー、この生チョコポンチさんも言ってましたけどどん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 ねあのー、人がいろんな人がねぬっぽんの人たちがねちょっとねくるくるになってきてますよっていうことなんですよねはいこれは日々私も感じておりますはいまあそういうことです はい。それでは、あまた、皆様、ごきげんよう。沖縄、おばばでございました。はい。こちらはね、元気に育ってるお芋ちゃんでございます。ね、芋ね、すごいですよね。はい。で、ちなみに、あの、チンゲン菜ですね。はい、チンゲン菜も育っております。はい。そして、みーちゃんは、おねんねで,でございます。はーい、みーちゃん。ねえ、かわいいでしょね。はい。